お茶が美味しいね。何かお茶受けを作ろうかな。レボット、あんた本当に分かってないわね。え？私らはお茶受けを作るために生まれてきたんじゃないのよ。刺激のある生活を若い私らが送らなくちゃ、世界中のババアに申し訳ないでしょ。じゃあ、おナスのからし漬け、食べる？味の刺激の話じゃないわよ。ちょっと、待ってくるね。言っちゃった。あんたがおナス食べたくなっただけでしょ、まったく。はぁ、なんか面白いことないかな。ん？何こいつ。ちょっと、レボット。どうしたの？なんか変なのが来てるけど、あんたの友達？知らないよ。すみません。あなたは誰ですか？仕方するなんて、礼儀がなってないやつね。天使みたいな格好をしてるけど、また色物の一年生かしら。もう変なやつの入部はたくさんよ。ミカちゃん、入部してくれる人がいるのは、嬉しいことだよ。仲間が増えれば、料理もたくさん作れるよ。新入部員どもは、食べるばっかりで、全然作らないじゃん。料理できない奴が入ってきても、意味ないのよ。ミカちゃんも、料理を覚えようよ。私が教えるよ。嫌よ、めんどくさい。私は食べる専門でいいのよ。それにしてもこいつ、全然喋らないわね。いい度胸してるわ。一発引っ叩いてやろうかしら。ダメだよ、ミカちゃん。お縄になっちゃうよ。おらー。こいつ、飛んだ。もしかして、本当に天使なのかな？ん？なんか悲鳴が聞こえたわよ。うわ、何だこいつ。恐竜？はぁ、先輩、逃げてください。アーノルド？何なのよこいつは。昨日僕が完成させた時間巻き戻し装置を化学室の恐竜の標本に使ってみたら、復活してしまったんです。はぁ？すでに9人の生徒がそいつに食べられてしまったんです。早く逃げないと。意味不明すぎるわよ。あ、天使さんが何か待ってるよ。死亡予定。あと1名？こいつ、これから死ぬ人を待ってるってこと？冗談じゃないわ。こんなところで死んでたまるもんか。レオのやつで、こいつを何とかする方法を考えなさいよ。ダメです。あれは時間がかかるので、その間にやられてしまいます。じゃあ、同時は？同じクラスなんでしょ？砲撃でも何でも使って、こいつを封印させなさいよ。同時さんは、一目散に逃げてしまって、もういません。使えないやつ。もう、どうしようもないわね。レボット？ミカちゃん。食べ物を持ってきたから、これを投げて。え、わかった。食べてるの。どう？キャー。あれ？やった、懐いた。本当に申し訳ありませんでした。僕の装置のせいで。その通りよ。死ぬかと思ったんだから。この落とし前はつけてもらわないと。同時さんに装置のことを言ったら、恐竜の標本に試してみろとしつこかったので、つい。こいつ、消しかけといて、自分だけ逃げたわけね。いやはや、しかし、レボット部長の料理の素晴らしさが、改めて証明されましたな。獰猛な恐竜でさえ、こうして眺めてしまう。まさしく、才能のなせる技じゃ。わっはっはっは。えへへへ。そんな大げさなことじゃないよ。調子が良すぎる。どれ、こうして見ると、恐竜も可愛いものじゃ。芸でも仕込んで売れば、相当な値段が。あ。ロズさん。そういえば、一人死ぬんだったわね。まあ、自業自得ね。